ラジオフォーラムは、一般社団法人ラジオアクセスフォーラムが制作し、全国のコミュニティ FM ラジオ放送各局と、京都放送、南海放送、長崎放送、熊本放送、ラジオ沖縄、および、カナダの日本語専門ラジオ、CHMBAM1320 ラジオ日本にて放送されている、報道共用番組である。この番組のルーツは、 MBS ラジオで2010年10月から2012年9月に放送された帯番組レイディオヌズ・タネ・マキ・ジャーナルでリスナーからの意見、情報を募集しながら最新のニュースや話題の革新に迫る番組内容を展開東日本大震災以後は特に東京電力福島第一原子力発電所の被爆事故や被災地の心のケアや復興へ向けた課題に向き合い 近畿地方は元より全国から圧倒的な支持を得るまでになった。しかし MBS が人件費の抑制、削減を目的として2012年10月改編で打ち切りを検討していることが同8月の朝日新聞大阪本社版に掲載された。この種巻ジャーナル打ち切り報道をきっかけに同番組の精神を引き継ごうということで種巻ジャーナルに ゲストとして出場したジャーナリストやリスナーが中心となって、スキスキタネキの会なる市民運動団体を結成。署名や寄付金を集めた存続運動が展開されたが、2012年9月に大団円となった。このタネキジャーナル終了から3ヶ月が経過した2013年1月、スキスキタネキの会を発展させた。 一般社団法人ラジオアクセスフォーラムという団体が設立され、この種巻ジャーナルのコンセプトを活かしたジャーナリズムの広場を目指した報道共用番組を市民からの寄付金を元手にして制作することになった。現在も寄付金を元に番組やイベントを企画、制作しており、リスナー参加型報道共用番組を実践している。当初はコミュニティ FM ラジオ局と カナダ・バンクーバーの日本語専門放送局のみのネットであったが、開始3ヶ月後の2013年4月より、県域中派局でのネットを開始した。当初は、コミュニティ FM のネットが少ない九州の3局からだったが、2014年1月から、種まきジャーナルの古巣である、近畿地方でも KBS 京都放送でのネットを開始、2015年4月現在では、全国8県。 6つの県域中波局で放送されるようになった。また番組開始当初から放送されていない地域への保管の意味合いでインターネットラジオでの配信も展開している。当初、サイマルラジオでのストリーミング配信は三角、山放送局だけだったが、その後のネット局拡大に伴い、ストリーミング配信を行う放送局が拡大。現在はサイマルラジオのほか。 ラジコでも実施。さらに過去の放送のオンデマンド配信を YouTube で開始し、2013年9月からは、ポッドキャスティングによるダウンロード配信も開始するようになった。当番組の立ち上げ後も、報道するラジオに、レギュラーの石丸、石井、小出やゲストのリハナらが特集コーナーのラジオ等のゲストとして参戦するなど、一定のつながりは持っている。この取り組みは、 数多くのマスコミ機関に取材されている。2016年3月第4週の配信をもって終了。この趣旨は新たな受け皿団体として発足した一般社団法人自由なラジオの制作による新番組市民のための自由なラジオライトアップに引き継がれた。女性ナレーターの向上。小さくてもジャーナリズムの広場を作りたい。 自分たちの足で現場を取材して、そこで見たこと、聞いたこと、感じたことをじっくりと語り合う広場。ラジオにジャーナリズムを。ラジオから新たな世界が見えてくる番組。それが、ラジオフォーラム続いて、パーソナリティの向上。ご機嫌いかがでしょうかラジオフォーラムのお時間です。小さな声に耳を傾けて、優しい光を灯して、闇を照らす。 ラジオフォーラムは、そんな報道番組を目指します小出広明基本的な進行パターンは、上記の通りであるが、ごく稀に、小出ジャーナルとゲストコーナー前編の順序を入れ替えることもある。番組では、基本的に週代わりで、ジャンル別のテーマを定めており、この4つのジャンルをベースとして、番組を展開している。開始当初は、第1週から順に、社会、世界、メディア、 関西のローテーションとしていたが、漢字局 FM、花子の放送基準日である土曜日が5週ある場合や、パーソナリティの取材スケジュールの都合などから、現在は週のテーマ固定はされておらずほぼランダムで放送されている。番組開始当初から第1週は湯浅、第3週は石井で、ほぼ固定され、第2.4週は大阪担当の3人のパーソナリティが、 ローテーションという形をとっていたが、パーソナリティが増えた2014年頃から、第1週は湯浅、第2週は西谷で、ほぼ固定、第3から5週はそれ以外のローテーションというケースが、増えている。ただし、西谷と石丸は海外取材に出ることがあるため、この原則から外れて、他のパーソナリティが担当する場合もある。また今西は2014年頃から東京での取材が、 多いことからほとんどは東京発の出演になっている。また漢字局の放送日である土曜日が5週ある月は第4週を東京発、第5週は大阪発となることもよくある。また番組開始当初は種巻ジャーナルの掲裁をほぼ踏襲する形でゲストコーナー前編がニュースの種、後編が話の種、 また電話インタビューは、ラジオの種とそれぞれコーナー題があった。現在は、ゲストコーナー、恋でジャーナル、みんなジャーナルで構成されている。ラジオアクセスフォーラムでは、市民が番組の提供、共産スポンサーであるということをモットーとして、市民の視点で良質な番組を目指すにあたり、市民からの寄付金を募集している。ありがとうございます。